皆さんこんにちは、みさきです。今日は浦和レッズ対京都サンガ FC 戦に来ています。今日実はですね、チケットをまだ買ってなくて、当日券を買ってみたいと思います。これまでチケットを前売りか、あとコンビニのチケットでしか買ったことないので、現地で当日券買うってことが初めてなので、ちょっとどんな感じかいろいろと体験しながら買っていきたいと思います。あとは今日パンフェスもやってるらしいので、ちょっとそこも見ていきたいと思います。それでは早速当日券買っていきたいと思います。売ってる場所はもう通って直進すると、ちょうどチケットブースって大きく書いてあるところがあるので、そこで買えるそうです。当日チケット買えるっていうのすらそんなに知らなくて、ちょっと今日は初めての経験なんですけれども、当日券買おうかなって思ってる人の参考になれたらなとも思いますので、早速買っていきたいと思います。到着しました。ここが当日券買えるチケットブースになってます。早速買っていきたいと思います。初めて買ってよくわからないんですが、はい、どこからでも選べる感じですか？どこからでも大丈夫。はい、売れない席ってどこですか？はい、アッパー席なので、はい、ここかウェルカムシートです。あー、わかりました。そしたらミニアッパー指定席、はい、はい、お願いします。14列と30列があるんですけど、はい、どちらがいいですか？あ、14列で、はい、お願いします。じゃん、購入できました。買ってみて7種類の中から選べたんですけど、どこに座ろうって決めてから行かないとテンパりますね。あれ初めての方とかだと、あれどこ座ろうかなってなっちゃうから、決めといた方がいいかもしれないですね。席によっては別シートとかだと買えない場所もありました。今日ちょっと天気が悪くてずっと雷鳴ってて、ゲリラ豪雨が来るかもしれないので、雨に濡れないとこどこですかって聞いてみて、店員さんで濡れないところから選びました。場所も分かりやすいし、大きくチケットブースって書いてあるので、誰でも多分目に入るところかなと思うので、買いやすいと思います。誰でも買っちゃいます。注意としては、前売りと当日券だと値段が違うそうなので、当日券の方がちょっと高くなるそうなので、そこが注意点ですかね。予定がもう事前に決まってる人とか、あと見たい席がもう決まってる人とかであれば、前売りの方がお得だと思うので、そういう方は前売り券を買った方がいいと思います。当日券のいいところは、急遽来たよっていう人とか、まあ、友達誘ったりとかでも、当日本当に現地に来てチケット買うことができるので、そういう面ではすごくいいところだなと思いました。私が今日チケット買ったチケットはまだ座ったことない初めての場所なので、どういう風にピッチが見れるかもちょっと楽しみなところなので、そこも楽しみながら全力で応援していきたいと思います。2種類買ってきたので食べていきたいと思います。早速食べていきたいと思います。ダブルチョコの方から食べていきたいと思います。いただきます。チョコびっしり入ってます。めっちゃ美味しいです。ベーグル大好きなんで本当に最高です。じゃん、チーズコショウです。絶対美味しい。コショウが乗ってるんですかね、パンの上に。多分中にチーズが入ってるであろうので、ちょっと食べていきたいと思います。うまい。めっちゃ美味しいですね。これはもう試合前に食べれるなんて幸せです。全種類食べたいですね。全然20個ぐらい食べれる気がします。
しいです、めちゃくちゃ。食べてみてください。席に向かっていくんですけど、席の行き方がいつも難しくって迷うので、ちょっと今日は迷わずに行けたらいいですね。入れました。なんかこの前のウェルカムシートの時の入り口と一緒でした。失礼しました。試合が始まります。勝って最高の気持ちで帰れるように頑張って応援していきたいと思います。変えるっていうことが今日体験して分かったので、ぜひ、今後皆さんが当日券もし買う場合には参考にしていただければなと思います。あとパンフェスもすごく楽しかったですね。ベーグルめちゃくちゃ美味しかったので、ぜひまたパンフェスがあったら見に行きたいなと思います。今日は本当に悔しい結果となってしまったんですけれども、次に向けて切り替えて頑張っていきましょう。本日はお疲れ様でした。